タブハはイスラエルのガリラヤ湖北西岸の場所でイエス・キリストがパンと魚の奇跡を行ったところとして伝えられている。タブハの地図、行動87号線、7つの泉、パンと魚の奇跡の教会、セーペテロシュイゴン教会、ガリラヤ湖を示す、この場所はギリシャ語でヘプタップゴンと言われていたものが、しばらくしてタべ語に変わり、アラブ人たちにタブハと呼ばれるようになった。 歴史的にはビザンツ帝国時代、十字軍時代、オスマン帝国時代、イギリスイニ民党治領パレスチナ時代を経ている。タブ派には、バンと魚の奇跡の教会、セーペテロシュイゴン教会などがある。セーペテロシュイゴン教会、ありがとうございます。